この番組はご覧の提供でお送りします。皆さんこんにちは、ピコ TV の小森です。さてここからは滋賀で活躍しておられる様々な分野のアーティストの方をお招きしてお話を伺うゲストコーナーです。はい、今回はミステリー部にもご出演いただきました宇野ひとみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、こうやってあのゲストとしてお迎えしてお話をお伺いするのは初めてですよね。そうなんですか。はい、違う、宇野さんがです。あ、そうですよね。あ、違う、ひとみさんは、はい、ドリームディレクターとして活躍されておられるのですが、はい、ドリームディレクターってどんなことされてるんですか。ですよね、皆さんよく言われるんですけど私は、まあ、夢に向かって今を生きるドリームディレクターことタレント MC の宇野ひとみですといつも紹介してるんですけども、やりたいことがたくさんあるんですね。一つではないんですよ。なので今目の前にあるこれやりたいと思ったことを100の力出して本当に精一杯取り組んで、そして自分の夢をどん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 こう実現していくとともに、周りの方々の、あ、私もこんなことやりたいなって思ってる人が、この私が精一杯もがいてるこう、ね、姿を見て私も頑張ろうと、そして自然にその方の夢も叶っちゃってるっていう、まあ、そんな夢いっぱい生きてる人間です。それで、まあまあ、メインはね、こうやって お話をする司会のお仕事なんですけども、まあ、その いろいろやりたいことをやってることが多いので自分でドリームディレクターと名付けました。しかも世界で多分たった一人だと思います、この方だけで名乗ってるのは。第一人者になればいいなって、そんな思いですね。すごいですね。もっと来て。ドリームディレクターっていうなんか職種があるのかとちょっと思ってました。作ったんです。作ったんですね。まあでも職種ってことですね。そうです。あ、職種ってこと。そうですよ。それはいつからされてるんですか、ドリームディレクター。ドリームディレクターはいつから。生まれた時からですか。すごいファンタスティック。ファンタスティックですよ、それは。自分がドリームディレクターってこうもうあのふんどし締めたのは、ふんどし締めた。古いよね。みんな点々って顔したらあかん。そうそうって顔する。そう、今日ジェネレーションギャップ感じるけど。そう、まあ、昨年の2月頃にもう自分でそうやって生きようと、思いましたね。そうなんですね。だから夢を形にしていく、夢を持つこと大事だし、やりたいことを形にしていく。大丈夫、笑ってよ。我慢してるんだもん。我慢しなくていいよ。きっかけはもうそういうこと、 やりたいのがいっぱいある、どうしようみたいな感じだったんです。そうですよ、はい、歌も歌ってますし、はい、司会もしております。お声の仕事もしてます。モデルの仕事もしてますが、そうですね、やりたいこともたくさんあって、そして今映画も撮影を2年半ぐらい前から撮っていて、でこれは全編滋賀ロケで、よくこのねミコ TV でも出てきますよ、はい、豊里小学校、あちらも後半の映画の後半の部分のロケ地は豊里小学校に撮ってました。はい、で今日はそのね告知をさせていただこうと、そうなんですね、思ってるんですが、はい、いいですか。はい、もう行っちゃいますか。もう行っちゃいますか。この内容結構具だくさん。あ、具だくさんですか。それではじゃあそろそろ出発しましょうか。はい、そろそろ出発してください。はい、そう、映画っていうのはなオファーされたんですか。なんかこんな作りたいみたいな。これもまたね夢なんですけど。まあ、監督さんがいらっしゃってね、この方も滋賀県の方なんですが、50歳を目前に、俺は、僕はちっちゃい頃からハリウッドの映画を撮るんだっていう夢があった。でそんなのね、みんながねそんなアホな夢って言われたところを、いや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 、夢はね信じ続ければいつか叶うって言ってメガホンを取ったんですよ。でその時に私がたまたま喫茶店の前にいて、僕は映画を撮ろうと思うんだけど宇野さん興味あるって言われて、私は目の前にその来たその話題にめちゃめちゃ興味があったから、何にも考えずにどんな映画かも聞かずに出るってもうノリで言ったんです。それが約3年前。もうその時から結構ドリームディレクターですね。自分がどんな映画ですかとかじゃなくて、その無条件で、この監督が撮る映画だったら出てみたいな、もうその、一瞬で決めましたね。そしたら全編ガンアクションなんですよ。そう、アクションロマンスのたっぷりのアクションかしらと思った
ら違うんですよね。あの革ジャン着て、あのハードボールドっていうんですか、もう本当に、銃を持ってバン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 撃つ、しかも無表情で笑ってはいけない笑ってはいけない笑ってはいけない役で、そうなんだ、笑わないし喋らないしっていう。セリフはないんですか？セリフも前半ほとんどなくて、セリフもなく笑わず、メガネをサングラスをかけて演技をするって結構難しいでしょ？難しいですよ、びっくりしました。だって目でも表現できないし喋らないしどこでっていう空気感ですよ。しかも笑ったらダメなんですね。無表情でもうずっと永遠にあの銃を撃ちっぱなす、そんな役なんです。今まで銃使ったことないです、ないです。だからあの、なんだっけ、なんとかトレーニング、タクティカルトレーニングっていうんですか、あの銃の使い方っていうのをあのレッスンをして、マガジンチェンジ、その銃弾を入ってるマガジンチェンジのやり方だったりとか、そんなアクションしててね、もた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 してトレーニングもしっかり受けて、あと動きのね、はい、アクションの動き、アクションの方です。そんなのものです。はい、もうがっつりやってきましたが、2年半2年半かかったってことですよね。ハードだったんじゃないですか？そうですね、あの大変だったのは夏の暑い時に革ジャン、革パン、ブーツで全身で10キロほどの重さの重機をつけるんですね。で、暑い時は暑いし、次寒いんですよ。豊里って寒いじゃないですか、はい、雪降るんですよね。冬の時って凍えながら、暖かくないんだ。暖かくないんですよ。そういうね、まあ、天候に、まあ、結構苦労したかな。あとはでも本当に監督と真剣に向き合うことによって、まあ、どん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 作品の中に入ってきたので、うん、あとはチームワークですよね。この番組作りと一緒でこうチームワークが大切だなっていうのは勉強になりました。すごい、それは、はい、気になって、いつ公開なんですか？もうね、フェイスブックとかで、はい、ホームページとかでも応援してくださってる方が多くて、これいつかも言われてたのが、なんと、今年のですね、9月の25日、1日限定です。はい、そうですよ。これはね、商業映画ではなくて自主制作映画なので、別に放映しなくてもいいんですよ、上映しなくてもいいんですが、やっぱりせっかくね、撮ってきたので上映しようよということで、1日限定で皆さんにお見せしたいなって思います。それが9月25日、なんと場所はですね、はい、大事草津イオンシネマ。あー近いですね。あ、近い近い、自転車で30分くらい。あ、ちょっと近いまたこれ微妙な距離ですけど、なんか目が指標が自転車で9月25日2時半から、一応舞台発もさせていただくんですけども、1日限定で流させていただきます。2時半から、はい、じゃあ2時には家出てください。そうですね、音響とかもあのすごく監督こだわってらっしゃって、音声もそうだし、あと色、映像のね、カラーリフレーディングっていうか、なのでやっぱりこう本当のスクリーンで流したいっていうのがあったんですよ。でそれもやっぱり夢を叶えるということにつながるので、はい、ぜひ皆さん来てください。はい、で聞きたいこといっぱいあるんですけど、ちょっとお時間ということで、最後にもひとみさんからもう映画のアピールをお願いします。はい、夢に向かって今を生きるドリームディレクター宇野ひとみ主演、サファイア、9月25日、2時半より草津イオンシネマで1日限り上映します。ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。早めに聞くの忘れてましたね。思いました言いました。そうですね、題名大事ですよね。サファイア、サファイア、サファイア。はい、本日ゲスト宇野ひとみさん、ドリームディレクターの宇野ひとみさんにお越しいただきました。はい、皆さんぜひ9月25日イオンシネマにお越しください。はい、はい、そしてひとみさんの映画情報はご覧のウェブアドレスからご確認いただけます。ぜひ皆さんチェックしてみてください。どこに出るかは楽しみ。はい、本日はどうもありがとうございました。はい、またいつでもお越しください。はい、はい、それでは次のコーナーもお楽しみに。あなたのことを知りたい、あなたの街へ行きたい、今すぐにでも
今日